続きはないんですね。つまり、どうしますか？いや、もう待って、できないでしょ。ねえ、やっぱこの時点でまだ借金が7つあるっていうことは、そんな簡単に減らないですよ。本当、ビデオが出てくる時があるんですよ。ピッチャーは死に物狂いで投げてきます。それだけに1球1球全力でリードをしたいというのであります。とったらとことん1年間こう得点に抑えてるんですよね。ファルボー激しいお天気になってきました。みんなあるんですよ。せっかくね、いいムードがね、もう水刺さったような感じなんですよ。よくあるでしょ。あります。だって阪神が一番多いじゃないか。そういう雰囲気になる時ありますよ。野球はもう全部が守って全部が打たなきゃならないけど、ラグビーとかでリードするとね、時間で終わるわけですよ。そう、時間稼ぎの野球、そうはいかないですね。来るなら大方のファンはね、甲子園帰りませんか。そうですよ、阪神帰りますね。そんな甲子園帰らんかよ。予想もしないで帰ってくれないね。梅雨明けは遅れる見通しだ。副音声は火事放送かなんかね、ちょっと飛ばしましょうかね。気温は平年並みに上がるでしょう。終わってるけどアメリカで大変ですよ。こんな野球年できたら、この提供スポンサーになって2倍運動しますよ。あ、そうですか。日本もそういうしようや。言いますと、やはり今年の場合は何でしょう。あるいは本戦にね、いい選手になったですよね。半年間ね、あるんじゃないでしょうかね。関西の昔は野球は甲子園なんかでだらしない試合すると、金返せってダイレクトな声援があって、子供の金返せと言われる。